絶対に色が被ってはいけないクレーンゲーム対決いったでしょ。はい、オッケー。とりあえず1個ゲットです。あと5回残ってるんで、せーの、はい。あ、大きいじゃない。あ、全然いける。白、緑、イエーイ。ということで、やっぱ炭治郎かな。待って、ちょっと普通に下手だった。普通に下手だった。これちょっと難しいかもしれないぞ。待って、普通に下手だな。大丈夫か。これは難しい。やめよう。あ、推しがいるじゃないですか。ここに。さすがにそんな1回では取らせてくれないよね。推しよ。ちょっと前に行き過ぎた。道をにしよう。取れないっていうこのプレッシャーが一番でかいよ。早送りでしょ、どうせ。どうせ早送りだろ、分かってるよ。ちょっと違うの探そうかな。長くてさ、アイス取ってきた。アイス取ってきたよ。取れないよ。アイス取って。あ、ちょっと宇治さんは無理ですね。道を見せよう。あーねー。こういう時もあるよね。こういう時もある。仕方ない。ということで、まあ、全体的にね、色が赤緑だったんですけど、こっちょうさん紫なので景品ゲットでーす。よかったよかった。ちょっと取れて安心。え、そんなに難しかった。いや、嘘だね。これ1回で取れたらマジミラクルかも。あ、取れてるね。あ、やべ、無理なんだよ。いける気がしてきた。勝手にエキシビションマッチ始まっちゃってるけど。はい、あ、次行きましょうか。はい、ということで3回戦終わりまして、じゃあ4回戦目いきます、はい、次はポケモン。ポケモンはね、多分商品結構あると思うんで、はい、まあ、何でも好きなもの一つ、うん、大きくても小さくてもいいので持ってきていただければと思います。じゃあ僕から行きたいと思います。まあ、結構ね、こういう大きいのとかもあるんですけど、ちょっとね、良さそうなやつあっちにあったんで。そう、四角いのめっちゃ可愛いなと思ってて、これゲットしていきたいと思います。どうしよう、ちょっと待って、冷静になって考えたらやばい気がしてきた。いや、きっとそこをゆいさん汲み取ってくれると思うので、いきます。ついてないからさ、爪がどうやってやるんだろう、これつまむのかな。
ラメル、やばい気してきたぞ。ならもう行こうよ、これ気合い入れていくわ。ならもうこれでガッツリ取っていきますよ。ここまで上がるんだよね、こっから先だと思うから。ポケモン、はい、お互いに見せていきましょう、はい、せーの、じゃん、めぐまち、ちょっとこれ微妙じゃない？え、だからこれオレンジ、これ新規じゃない？オレンジ、オレンジ、まあ、オレンジとも取れるし、まあ、なんか似てはいるよな。ちょっと新規だよね、微妙な気がする。じゃあこれは OK でしょうか、 NG でしょうか、お願いします。だって全然色違うもんね、オレンジを着るもん。いや、ちょっと似てるよ、なんか色的に。似てないでよ。ということで、4つ目ポケモンゲットでーす。順調じゃん、意外と被んないね。ね、うん、ということで、じゃあラスト、はい、5回戦目、はい、最後のお題はディズニーです。大好きなディズニーですから、あー、はい、オッケーオッケー。ここはもう、先行っときます。次行ってみますか。じゃあゆいさんからディズニーのもの1個持ってきてください。はい、お願いします。ちょっと気になるものがいいかな。あ、いいよいいよ。このケースを持つといいなと思って、可愛くないラプンツェルだし、一回やってみます。全然開かないじゃん、全然開かなかった。やめましょうか、この中なら1個くらい取れるでしょっていう甘い考え。2個狙い。え、あ、落ちるってことか、そこに。やったー、やったー、メガが取れました。よし、これ隠していこう。はい、ということでゆいさん獲得したらしいので、僕も最後行っていきたいと思います。めっちゃいいのあった。うちの珪藻玉っていうのは全然吸わないのね。これ持って帰ります。箱物だからむず、あー、やべ、意外と開かない。なんてやばいかもしれない、これ。オッケー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 。傾くか、うわっ、全然無理。全然無理。ちょっと両替していきたいと思います。
でもかぶってたらもらえないんだよね、色やばくない？ということで、じゃあゆいさんのところに向かいたいと思います。わかったね。いや、めっちゃ苦戦した。めちゃくちゃ苦戦したから、これは持って帰りたい、俺は。あ、ほんと？お願いだから被らないでください。ゆいさん、行きましょう。せーの、じゃーん。指が欲しかったやつだ。金髪だよ。プンチェルは紫です。金髪で黄色のドレスだよ。これは OK でしょうか、 NG でしょうか。やったー。だって全然違うもん。いや、わかんない。だって見る人によっちゃ黄色だもん。いや、紫。後ろから見たらラプンツェル黄色だもん。2回ぐらいやって、シゲさなさすぎてやめて。全然動かなかったよね。やっぱり俺3000円ぐらい使っちゃったもん。そりゃこんなに時間もかかりますわな。ね、ということで、第5回戦終了でございます。よかった。はい、ということで今回は色が被ってはいけないクレーンゲーム対決でした。お疲れ様でした。ここも被んなかった。いや、意外と被んなかったね、うん、なんかポケモンって言ったらやっぱピカチュウとかさ、うん、鬼滅って言ったら炭治郎とかあるじゃん、代表的なのが。だから被るかなと思ったんですけど、はいはいはい、まさかのディズニーではどっちもミッキーを取らないというね。あ、確かに確かにね。ミッキー目に全く取らないっていうね。忘れてたわ。ということで無事に5回戦中全部景品を持って帰ることができます。まあ、ちょっと真偽なところはあった、ピカチュウとヒメグマとか。ということで、ゆいさんの方でも動画上がってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。また次回でお会いしましょう。バイバーイ。